はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は J1 第21節終了地点での23シーズンのここまでを振り返る企画やっております。今回は京都さんが FC 編ということで、京都の、えー、振り返りをやっていきたいと思います。まあ、各チームね、えー、選手図鑑の、えー、左上から順かな。で、やってるんですけれども、もう半分ぐらい J1 も来たかな。半分以上来てるか。もう12チーム目ぐらいかな。と思うんですけれども、ははは。 はい。いろんなね、チーム振り返ってみるとね、やっぱね、どの選手が活躍してるのかなとかね。 うんどういった選手が今後ね、グレード上がりそうかなとか、今後ね、限定まだ出てなくて、まあ注目していくべき選手は誰なのかなというのがね、ちょっと僕もね、動画作ってる段階で、まあいろいろね、気づきがあったりするわけなんですけどね、まあそれを皆さんにもちょっと感じてほしくて、まあこの動画をね、作ってるわけなんですが、まあ正直ね、うん、まあ結構ギャップあるチームもあればだろうなっていうチームも <laughs>、まあ当然あるわけなんですけどね。はい。ということで、えー、こういったね、企画やっております。 で、まあ、なぜこのタイミングなのかというと、まあ、そもそもね、J1 今ね、休止期間に、まあ、ちょっと休憩期間にね、入ってるというところと、あとおそらくですね、後半シーズンの査定期間に入るところっていうのが、この21節終了時点ではなくて、多分次の22とかじゃないかなと思うんですよね、遺跡繁栄とか考えるとね。 で、ところなんで、も成績面的に言うと、大体もう、あの、査定期間の分は終わってると思っていいと思うんで、というところで、もうね、そういった今後の、えー、後半シーズンの話とかがね、ちょっとしやすい、えー、タイミングになりましたので、まあ、この際ね、ちょっと休止期間も兼ねて、まあ、やっていこうというね、はい、このタイミングでやっているわけです。で、J2 の方もね、ちょっとね、どうするんですかとか聞かれるんですけど、<laughs> J2 はね、ちょっとどうするかね、今んところね、考えてません、そんなに。まあ、とりあえず J1 やってみてどうかなっていうところなんですが、 まあ、なかなかね、ちょっとね、ま、あ日頃の動画の作成時間的に言うと、この動画って効率いいかと言われるとあんま効率が良くないんで、実はね。うん。まあ、そこをちょっと J2 を、じゃあ22チームやれるかっていうとちょっと怪しいとこなんで、必ずやるとは言えないんですけど、もしやれたらやりたいなと思いますね。はい。ということで、えー、今日はね、京都さんが FC のチームについて振り返っていきたいなと思います。よろしくお願いします。 じゃあ、早速なんですが、まずね、京都産が FC の、ちょっと J クラー外のね、えー、実際のあの J リーグでの成績とか、まあ、個人成績とか、ちょっと振り返っていきたいと思うんですが、じゃあ、まずはね、チーム成績見ていきましょう、こちらです。はい、京都産が FC の成績としては、21試合消化しまして、7勝12敗2分け、で、勝ち点が23で、現在15位というところにつけております。 まあ、現時点でね、降格争いまでに巻き込まれては全然ないところなんですが、ちょっと油断するとね、もしかしたら、うん、というところもあるので、まあ、やっぱり勝ち星はね、積み重ねていきたいところじゃないかなと思いますので、まあ、このままね、どれぐらいまでいけるかというところですね。はい。まあ、注目かなと思います。まあ、上がめちゃくちゃ遠いというわけでもないと思うんでね、まあ、ここからまた上目指してね、ぜひね、えー、 まあ頑張ってほしいと、おそらくね、サポーターの方は特に思っていらっしゃると思うので、まあ僕もね、陰ながらちょっと応援したいなと思います。まあ京都もね、結構若い選手とかね、比較的、まあそうね、まあ川崎選手がね、最近代表呼ばれたりとかね、まあいろいろいいニュースもあったりとかしたと思うので、まあ今後ね、この後半、残り13試合かな、どういう勝ち方、まあどういうプレーをしていくのかというのはね、まあ注目のに上がる選手はね、結構いるんじゃないかなと思うので、まあそういった目線ではね、はい、楽しみなチームと言えるんじゃないかなと思います。 はい、じゃ続きまして、ここは、ねえー、J1 の後半、J1 じゃない、J クラの,あの後半シーズンに関わってくるところなんですが、まあ、現時点、21節終了時点でのチーム内の、ね、トップスカラートップアシストというところを、ね、確認していきたいと思いますこちらです。 はい、上がトップアシスト、下がトップスコーラーです。まずアシストの方なんですが、えー、平戸選手と山田選手とパトリック選手が2アシストに並んでいるという状態です。であと1アシストの選手も調べてみたんですが、4、5名いたんじゃないかなというぐらいいたんで、ねうん、ある程度で、まあ、試合に出ている選手とかは、1、まあ、アシストぐらいは大体取ってるかなというイメージでしたけど、まあ、2アシスト、まあ、まだ分かんないですね、うんまあ、すでに3人並んでいるというのもちょっとありますし。 まあ、現時点誰が取るかというのはまだちょっと、えー、ここは、まあ、予想がつかないというか、まあ、一応この3選手がま、まあ、今、まあ、ちょっと抜けてはいますけど、まあ、それでも2アシストだからね、まあ、アシストなんて、まあまあ、ね、1試合で2アシストぐらい取る場合もあるでしょうし、ということを考えると、まだちょっとわかんないですね。残り13試合ある時点ではね。はい。ということで、まあ、トップアシストは現時点ではまあ誰が取ってもおかしくないと思っておいていいんじゃないかなと思います。 でそれに対してねトップスコアラーの方なんですがここはねパトリック選手が9ゴール、うん、ここちょっと抜けてますねで豊川選手もね結構ゴール取ってるイメージあるんですが、まあ、5ゴールということでね、はいまあ、パトリック選手がねちょっと抜けてますね、まあ、確かに前半は特に結構、片打ちとかしてたイメージもあったんで、まあ、やっぱりね点は取ってるイメージはありますかね、うん、で4ゴール差、まあ、これは結構ゴール数の相場考えてもまあまあ大きい差ですかね。うん まあ、ただ、豊川選手が5ゴールで後つけてるっていうことは、まあ、この4ゴール差がもしかしたら、まあ、13試合あればね、埋まる可能性も十分にあるし、まあ、むしろね、パトリック選手が突き放すという展開もあると思うんですが、まあ、一応、うん、まあ50、50%ぐらいと思っておいていいんじゃないですか <laughs>。まあ、パトリック選手のトップスコアが出る確率、まあ、今、現在50%ぐらいかな。まあ 5,、5、60%ぐらいありそうですけど、それでもね。はい。まあ、豊川選手もね、最近なんか調子良さそうな気もするので、まあ、ちょっと楽しみですね。 まあ、ここもね、追いつく可能性十分にあると思うんで、まだまだ確定とまで言えませんが、濃厚とまでもちょっと言えないんですが、まあ一応この二人、ちょっとね、あの、注目して見ておいた方がいいかなと思います。まあちなみにトップアシスト、トップスコアラーなんですけど、限定化としては昨年、昨シーズンは、 1>, 1月の上旬、下旬とかだったと思うんで、まあ大体年明けとかになると思うんですがね、そこら辺で登場すると思います。もうおそらく今年もあるんじゃないかなというところが、まあ確実に絶対あるとは言えないですけど、あるとしたら、まあやっぱりね、注目しておかないといけないところなので、まあここはしっかりと押さえておきましょう。まあ現時点ではこういった感じになっております。 はい。じゃあ続きまして、ここもね、ちょっと後半のグレード査定とかに関わってきそうなところなんですが、今のね、21戦終了時点での選手個々の出場時間をランキング化してみましたので、まあこれちょっと見ていきたいと思いますね。じゃあこちらです。はい、ここ1位から5位の選手をノミネートしております。まず1位、えー、1位ね、浅田選手、21試合21先発、1874分。まあフル出場に近いぐらいですね。16分ぐらい足りないぐらいかな。で、2位が井上選手、21試合20先発で1800分。いいですね。はい。 3位、川崎選手が19試合18先発の1615分。まあ、代表とかね、行ってる中で、まあ、十分じゃないかなと思います。4位、白井選手、えー、17試合16先発、1450分。ここね、ちょっと FC 東京に白井選手移籍しましたが、まあ、ここ誰がね、入ってくるかちょっと注目ですね、サイドバックね。うん。5位、佐藤選手ね、17試合17先発の1385分。まあ、佐藤選手もね、結構試合出てるイメージありましたが、5位ということでね、はい、チームの中でも結構出場時間が長い方に入っております。 ということでね、ご覧の通りで1位から5位並べてみました、まあ、やっぱここはね、そうね、昨シーズンからちょっと注目度上がってます、浅田選手だったり、井上選手、まあ、井上選手もね、岡山からね、昨シーズン、えー、個人昇格しまして、2年目でもまあこれぐらい出場してるということは、こ、まあ、今年はね、グレード85以上の限定とかも、まあねすでにもうガーディアン出てますが、今後も見て、まあ、見れてもおかしくないようなはいところにいると思うし、ワンチャンレギュラーで85とか乗ってもおかしくないぐらいの成績は残してると思います。 まあ川崎選手、白井選手はね、結構ね、今日の中でもまあトップクラス、まあ、グレード85を超えてくる常連の選手ですが、まあ、さっき言った通りね、白井選手がちょっと移籍した分ね、85枠とかも空くと思うんで、まあ今後どういった感じになるのか注目です。で佐藤選手まだすごく上がってくるとは思いませんが、このままね、うまく、例えばこれね、もう1年ぐらい続けれると、まあ、おのずと評価も上がってくるんじゃないかなというので、今後注目の選手だと思います。 はい。ちなみに、この中で85を超えてない選手、井上選手、佐藤選手のこの二人になっております。まあ、井上選手は特にね、昨シーズンの成績とか見る限りでも、まあ、上がってきてもおかしくないと思うんで、まあ、ここは注目の選手の一人かなと思います。はい。ということでね、ここまでは京都 3FC の成績を振り返っていったんですが、続きましては、ここから J クラ内の振り返りにね、ちょっと入っていきたいと思います。 えちなみに、ま、限定の振り返りをしたいんですが、まあ、スターターフォーカス、その他限定という順番でいきたいと思います。じゃあ、まずスターター振り返ってみましょう。こちらです。はい。えー、ご覧の4選手が登場しておりました。まず一番上、グレード90、武田翔平選手ね。はい。で、二番目がグレード86、浅田昌吾選手。で、グレード72の豊川選手。グレード67、若原選手となっております。 はいまあここの面々ですけど、まあ、武田選手がね今年ちょっと思ったよりも試合に出てないような気もするんですが、まあ、浅田選手、豊川選手、若原選手もね結構今シーズン、まあ、上福本選手が入、ね、席したというのもありますけど、まあゴールマウスで、ね、守るかんあの試合も増えてきまして、またね、もともと若原選手が、ね、グレード高い選手だったんですけど、もうちょっとね、まあ、またまた再評価される路線には一応ちょっと乗ってはきてるんじゃないかなと思います。 まあただちょっと急激に上がるまでは言えないので、うん、まあなんともって感じですけど、まあ今後にね、期待できるような、まあ可能性は残ってるんじゃないかなと思いますね。はい。まあここもスターター復刻とかになると大体グレード85以上とかになってきますが、まあ浅田選手とかね、今後いい限定とか出たりとかね、左サイドバックでディフェッシュ高い選手としてもね、価値ある選手なので、まあ今後特に注目はここかなと思います。まあ武田選手もね、後半とかどれぐらい巻き返せるかかな、怪我してるとかじゃないよね、多分ね。うん。 まあ、ここもどうですかね。今後出場機会とかがまた増えてくると、まあ、グレードも戻すと、うん、戻ってくるかもしれませんが、ちょっと現段階ではちょっと評価を落としてそうな、はい、気がしますね。はい。じゃ続きまして、フォーカスドプレイヤー見ていきましょう。こちらです。はい。第1弾、第3弾、ご覧の通りとなっております。えー、第1弾がパトリック選手がグレード88。うん、ありましたね。はい。で、グレード91、木下選手が、えー、出てましたね。第2弾ね。はい。 で第3弾がグレード88、松田天馬選手となっております。まあ、ここ3選手は、まあ、今年ね、それなりに目立ってる選手かな。松田天馬選手は久しぶりにね、グレード85を超えた限定が出たような気がしますね。うん。去年の前半とかね、レギュラー90ぐらい行ってて、まあまあ、いいカードウィングでね、出てたんですけど。 まあ、ポジション的にはね、木下選手とか松田選手がウィングできるということで、まあ、ここ2人はね、そういったポジション価値も結構高いかなというところと、であと、パトリック選手はね、もうちょっとグレード上がってきそうですけどね、うん、まあ、ストライカーとか今後控えてますけど、ストライカーとかで、まあ、90とか超えても、まあ、この88の壁はおそらく間違いなく超えてくるんじゃないかなぐらいの選手だと思うんで、で、あと、さっき言った通りね、今シーズンこのまま終え,終えれば、まあ、トップスコアラーのですね、限定とかも見られそうなので、今後ちょっと注目になってくるかなと思います。 はい、じゃあ続きまして、その他限定見てみましょう、こちらです。はい、ここはニューウェーブ第1弾からライトニングエッジの、えー、5限定を見ていきましょう。まず、ニューウェーブ第1弾登場したのグレード90、オ沢雄斗選手ね。はい。で、2弾がグレード90、平戸大樹選手。で、キャプテンがグレード92の川崎颯太選手。で、ガーディアンがグレード87の井上力斗選手。はい。で、ライトニングエッジがグレード88、白井康介選手となっております。 まあ、ここみんなね、グレード85以上超えてますね。はい。まあ、結構主力チックなところの選手たちが出てますが、ちょっとね、移籍してきた二人がね、ちょっと出場機会があんまりないかな。まあ、平戸選手はね、一応トップアシストの可能性とかも残ってるんですが、ミサオ選手がちょっとあんまりにも試合の出場がないので、ちょっとね、後半は厳しそうですかね、正直ね。限定化とかも、レギュラー化もちょっと厳しそうなんで、 まあ、グレード、うん、まあ、去年のね、結構いいカード持ってる人とかからしたらね、グロリアサリとかできる可能性だいぶ高いんで、まあ、ありがたいんですけどね、うん、左サイドバックのね、レベッジ高い選手としては結構価値ね、高い選手なんで、J クラ内ではね、まあ、ちょっと復活してほしいところでもありますけど、なんとも言えないところですね、ここね。はい。で、まあ、平戸選手もまあそうだし、まあ、川崎選手、井上選手、まあ、白井選手も含めてなんですけど、ここら辺の選手たちはね、結構主力どこで紹介したんですが、 まあ平戸選手もね、主力とまでは言えないけどもね、アシスト数とかでワンチャントップアシストとか今後のね、可能性まだ残ってるんで、そういった限定とかで選ばれるぐらいの活躍がまだ見れると、うん、今後も期待できるんじゃないかなと思うんですが、ちょっとそこを逃すと、ワンチャン、ちょっと限定すらも怪しいぐらいの出場実績じゃないかなと思うので、うん、ちょっとここ心配ですね。はい、どうなるか今後見守っていきましょう。ということで、ここまでの限定登場選手は以上となります。 はい。じゃあ、ここからなんですけど、ここからは、えー、まだね、限定登場してない選手だったりとか、これから限定登場予想される限定の中で、まあ、えー、期待できる選手たち、まあ、期待される選手たち、というところをね、ちょっとピックアップしましたので、見ていきましょう。こちらです。はい。じゃあ、まずこちら2人ですね。浅田選手、豊川選手。まあ、2人ともね、主力として今シーズン活躍している選手だと思います。 で浅田選手はまあフォーカスドプレイヤー。まあ去年もね、前半の方で E 限定出てましたけど、まあ今年もフォーカスで E の1個ぐらいは出るんじゃないかなっていう活躍はしてると思います。まあグレード的にも90以上とか全然あり得る選手だし、まあね、そのポジションとかね、能力値の価値としても高い選手なんで、まあどういったカードが出るかはね、ここ注目度高いんじゃないかなと思います。 で次、豊川選手はさっきも言った通りね今シーズン結構得点をコンスタントに積み重ねてまして、まあ、評価される選手だと思います。まあ、ここもフォーカスとか、まあ、場合によってはもしかしたらストライカー、スナイパーあたりとか、うんまあ、そういった、ね、あのフォワード限定とか、まあ、攻撃面の限定とかでも、まあ、黄色限定でも十分、ね、登場する選手じゃないかなと思います。 まあ、フォーカスの可能性もね、十分高いぐらいの選手だと思うんで、まあ、どこで出るかちょっとわかりませんが、出たときはまあ、グレードそれなりに期待してもいいんじゃないかなっていうぐらいの活躍はしてると思いますので、まあ、ここも注目かなと思います。じゃ続きまして、2ページ目見ていきましょう。こちらです。 はい、上が川崎選手、下がパトリック選手となっております。まあ、川崎選手はねもうすでにキャプテン出てますが、今年まだまだ限定出そうな気がします。まあ、フォーカスの可能性も十分に秘めてるし、まあ、プレーメとか、まあ、デュエリストあたりのまあ中盤の限定、うん、こういったところもまあ強そうかな。去年で言ったらデュエリスト、プレーメ出てたかな、川崎選手。プレーメ、まあ、デュエリストのイメージの方がちょっと強いですけど、うんまあ、タイプ的にもデュエリストの方がちょっとマッチしてるかなって感じがするので、まあ、特にデュエリスト、フォーカスとプレイヤーヤー、この2つは注目どころかなと思います。 であと、パトリック選手ね。うん、ここね、すでにパトリック選手もフォーカス出てますが、まあ、ストライカーとかね、あと、途中出場が意外と多いんで、まあ、ジョーカーとか、まあ、そういう限定でも、まあ、はい、出てきてもおかしくない選手だと思います。半分ぐらい途中出場で9点取ってるの、まあ、すごいですけどね。<laughs> 意外だったんですよね。もっと結構先発で出てるのかなと思いつつ、見たら、うん、半分ぐらいは。 半々ぐらいだったんで、浄化の可能性も十分にあるのかなと思いつつまでも、やっぱストライカーで出る確率の方がどっちかといえば高いと思うんで、得点、力から見るとね、得点しっかり重ねてますし、いずれにしろ限定露出はありそうなんで、ここもね、当然、注目にはなってくるかなと思います。川崎選手はグレードがもうちょっと上がるかどうか、パトリック選手も同じく88の壁は超えてきそうかなというところで、どこまで行くかというところがね、おそらく2人ともマッチしてる注目ポイントになってくるかなと思います。 はい。ということでね、ご覧の4選手挙げさせていただきました。まあよかったらね、今後の参考にしてみてください。ではですね、ここからは、ボリューム2のレギュラーの話をちょっとしていきたいと思うんですが、まあ、ボリューム2のレギュラーになったときに、今はグレード85以下なんですけれども、えー、シーズン変わることによってね、えー、格上、格上げしそうな、えー、グレード85に上がりそうな選手というのをね、ピックアップしてきました。ということで見てみましょう。こちらです。 はい。ボリューム2レギュラーグレードアップ期待選手は4名挙げさせていただきました。まあ、井上選手、木下選手、豊川選手、パトリック選手と、はい。この4人挙げさせていただいてます。まあ、現状の枠で考えるのであれば、うんまあ、そうですね。浅田選手、まあ、川崎選手、 まあこの二人は結構固いと。で、白井選手が移籍したということで、まあいまあ多くても2枠から3枠ぐらいは飽きそうかなというところで、まあやっぱ可能性高そうなのはうーん、まあちょっと出場機会気になりますけど、パトリック選手がどうかなというところ、まあレギュラーが出るんだったら、 まあ,ありそうかなというところと、まあ、あと井上選手もね結構現実味あるかなと思います。まあ、木下選手、豊川選手あたりも、まあ、結構今年ね活躍している選手なんで、まあ、ちょっとね絞るってなると難しいんですけど、まあ、優勢に見えるのはやっぱゴール数でパトリック選手、井上選手かな。で、パトリック選手はちょっとレギュラー自体が出るかどうかというところの心配は、まあ、あると思うんで、まあ、出たら85超えるかなというのは、まあ上まあ、ちょうどね、えー、一番上と一番下の2人が特にまあ超えそうかなと思います。であとまあ木下選手、 木下選手、豊川選手がどれぐらいの評価をされているかというのもねちょっと注目になるかなと思うので、まあ、この4名ね、えー、グレードアップに期待していいんじゃないかなというところで挙げさせていただきます。まあ、ここもよかったらね参考程度に見ておいてください。はいということでね、ねここまでいろいろなお話をさせていただいたんですが、最後にね、えー、今後まとめとしてね、まあ、京都産んが FC の今後の注目ポイントというのを、ね、挙げさせていただきたいと思いますこちらです。 はい。京都産が FC の今後の注目ポイントとしては、やっぱり井上選手の成長。うん、ここがちょっとやっぱ注目かな。うん。まあ去年もね、結構立派な成績残したんですが、まだ1年目ということで、さほど評価は上がってなかったイメージにありますね。まあ出場実績とかしっかりね、あったんで、まあもう1年続けばなって思ってた時に、まあ今年もね、しっかりと実績は残してるというところで、まあ2年目ってなってくると結構評価されやすいと思うんでね。まあここでどれぐらい上がるのかっていうのはまず一つ注目度が高いところかなと思いますし、 あとはもうパトリック選手の得点力ね。これ去年の倍ぐらいもうすでに点取ってますから、ここも結構評価が上がってもいいんじゃないかなと思います。まあ一回ね、もともと結構高かった選手で、去年のトップスコアラーとかも一応94とかね、限定でも出てたんですが、え今年のね、フォーカスの88とかからわかるように、ちょっとね、やっぱね、評価落ちたんですよね。うん。まあただ戻ってくる可能性がね、十分ある成績だと思いますので、ここが後半シーズンの限定とか、まあこれからストライカーとかね、ジョーカーとか、 まあ前半のうちの限定とかもあると思いますが、ここさっきも言った通り、このグレードというのがどれぐらい戻ってくるのかというところも一つ注目かなと思います。で、あとは浅田選手。うん、浅田選手もそうなんですよね。あのディフェンダーとしてね、結構定着してて、もしかも今年もしっかりと成績残してて、というところになるので、うん、まあここもね、浅田選手も結構評価されて、まあもうね、去年から85の限定とか出てましたが、今年もこれぐらいの成績を残すと、 まあやっぱりね、グレードアップということは、まあ、グレード90以上の定着とか、まあ、そういったところに、ね、なっていくんじゃないかなと思います。で今、すでにね、川崎選手が結構グレード高い選手としていますので、まあ、そこに追随するぐらいの、はい、力を見せてくれるんじゃないかなと、まあ、それぐらいのカードが今後出てきてもおかしくないんじゃないかなというところで、ここも注目に上がるかなと思います。まあ、なんならレギュラーからね、グレード90以上とか狙えるぐらいの活躍してると思うんで、ここ、レギュラーの評価もちょっと気になるところであるかなと思います。 で、あとちょっと名前出しましたけどね、先に川崎選手。まあ川崎選手がやっぱなんだかんだ京都の中で一番手の選手なので、まあここはね、川崎選手がさらに伸びてきて、まあ代表経験とかもしましたし、評価も上がってきてるとね、さらに上がってきてると思うので、まあなんなら金旗級とかに迫るぐらいのカードとか、まあ金旗行ってもね、おかしくないと思うんでね、今キャプテンで92とかなんで、まあそれこそデュエリストとかね、さっき挙げた通りのところが来た時に、どれぐらいグレードがいってるかというのをね、今後ちょっと注目していきたいなというポイントかなと思います。 であと豊川選手ね、まあ、結構最近やっぱり目立ってる選手になると思うんで、まあ、豊川選手の評価というのも、特にね、後半に上がるにつれて、この表今ね、活躍しているものが、まあ、よりね、評価されたグレードになっていくと思いますので、まあ、ここ、豊川選手のグレードアップで、今後ね、まあ、限定グレード85以上定着とか、まあ、そういったところも含めて、まあ、豊川選手も注目ポイントに上がってくるかなと思います。 はい。ということでね、今回は結構選手個々にね、ピックアップしたような注目ポイントにさせていただきました。まあ、当然、ここに上がらなかった選手でも、細かく言えばもっともっとあるんですが、まあ、うん、グレード85以上とかにね、結構絞ってくると話が限られてくるんですけど、まあ、限らないとしたら、例えば、佐藤選手だったりとかね、まあ、若原選手とかだったりとか、まあ、そこら辺の選手たちも、ちょっと注目はね、当然上がってくると思いますし、まあ、いろいろね、今結構試合出場が増えてる選手は、特に、 まあねまたグレード評価、まあ、上がってもおかしくないと思うんでね、まあ、すぐにはちょっとなかなかね、えー、急にドカンと上がらないですけど、今後、徐々に上がっていく選手とかもいると思うんで、まあ、そういう選手はね、あの出場時間ランキングとかね、そういったところで拾っていけたらなと思うので、まあ、意外とね、あれもね結構大事だなと思う時が多分来ると思いますんで、はいよかったらね、また見返していただければなと思います。 ということで、えー、第21節終了時点ではありますが、23シーズンのね、とりあえずここまでを振り返ってみました。で京都3階 FC もね、まあ、現時点、ちょっと10位ね、15位という順位を甘んじてはいますけれども、まあ、選手、ここで見るとね、結構評価とかやっぱ上がってきてると思うんで、まあ、なかなかちょっとチームの評価全体としてはというところで、ちょっとね、まあ、順位的には厳しいものがあるんでしょうが、まあ、ここで見ると結構魅力的な選手ね、揃ってましたので、まあ、ここはね、ちょっと面白い。 今後ね、選手が出てくるんじゃないかなというところで、まあそういったところはね、やっぱ注目点に上がってくるんじゃないかなと思いますので、まあよかったらね、選手ここにはなりますが、ぜひね、注目してみてください。ということで、じゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これにで失礼します。バイバイ。